まったく。 絶の剣とは到底言えん。九段の辻斬りではなかろう。 見る限りは人のようではあるが、それは怪異だな。九段の辻斬りとゆえんはあるのか。いつでもよいぞ、より。
忍び働きはこうでなくては。まあ、そうだな。 待て。 さて。
遠慮は無用です。セイバー君、さあ存分にやり合いましょう。うむ、心の歯そのまま返すぞ武蔵。そこだ、見せてやる。待たせたな。待っ、あまり風がとでもらうぜ。かけのしやがれ。なんだこいつ、ベラボーに強いじゃねえか。の息を見せん。余命まい。我が王ご覧に入れる。白きかな。対する
変わらず賑やかだ。おかちまち。狐の面を得たのもここだったか。貴様らにかかずらう暇はない。よく道を開けよ。もらった奥の手。格之進殿を追う。空の方だ。揺るがぬ地の攻防。一戦。空の方だ。いよいよ対面か。良いかな、イオリ殿。よっ、奥の手。ヤニュー、何するものぞ。我が剣の前に奇跡。たぎっているな、終わり。ではこちらも加減はなし。届かぬは万有一キリステン。ご本聞く野牛年吉の剣。しかしこれは甘いよ。余計丸だ、負けの顔。だがそれもここまで。真なる形、今こそ晒してくれようぞ。白木かな。なんという剣気。これが新影流同等か。やるようだ、終わりの。だが所詮は取るに足らぬ。見切れまい。なんだか。Thank you.
あれ。倒してくれようぞ。揺るがぬ地の攻防。集いに集った千葉の4匹、いずれも震える女。この巡り合わせに幾万の感謝。いざ我らの剣の先にこそ聖地の果てがあらん。超えてないかもだけど、やっぱりそういう顔しちゃうんだね。秘伝の叫び、剣より直に伝わる。だが足りぬ、まるで足りぬ。大悟至らぬ未熟な我が霊気さえ切ればいいぞ。言われずとも